スーパーマリオメーカーやっていきましょう。猛烈タイムアタック。これめっちゃ楽しそうじゃん。絶対スピーランだよね、これね。ハイパー90秒。これは楽しそうだ。あれかな？クレヨンしんちゃんファンかな？猛烈だから違うかな？う？危ねえ。怖え。いや、なんでヒップドロップ？2の。サンガリー。オッケー。で、はい。危ねえ、危ねえ。今3段出てたら死んでたぞ。おっと、地味にトゲがある。さあ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 。なるほど。あれですね、ボムで足場がなくなるんで急げってことですね。了解だ。おお、怖え、ギリギリセーフ。68秒。くるん、くるん、くるんと。なるほどね。コインで示してくれるあたりが、いいねランキング上位に来るんでしょうね。ああいう優しさ配慮ですよね、プレイヤーに対する。ありがとうございます。これはあれか、登りやく壁と一緒に登れということですか。了解だ。オーケー。52秒。ドーンといきまして、あぶねー、今死にかけたんだけど、あぶねー。ブラックパックンをね、パウで倒しましょうっていうとこですね。また足場がなくなる系だね、これはね。ふっしまった、反応悪かった。とっきめにジャンプしなきゃダメってとこですか。おっきめ、オッケー。で、踏まないんだよね。オッケー。ん？オッケー。あ、P 踏んでもらって、行く、オッケーオッケー。んで、こうなって、あ、で、足場ができるんだ。あ、もったいね。もうゴール手前だろうに。はい。はいやー。もっとさっくりクリアしたかったんだけどな。結構死んじゃいましたね。もっといける。もっともっとい、もっと、もっといい、もっといい動きを見せたい。もっといい動き、もっと軽い動きを。マリオで再現したい。くるんくるんか。これが、はい、はい、はい、と。くるんくるんさせるタイミングもね、優しめですよね。連続じゃなくていいみたいなね。連続でやるとたまにこうミスるんですよ。連続でやるとね、おっと、ここは一旦マット落ち着いていきます。60、52秒。ドン。あぶねえ、またさっきと同じミスしたぞ。あぶねえ、死にかけた。さあ、ここか。おっきめジャンプ。あ、これ大丈夫かな？手前になっちゃったけど。これも踏んで、これも踏んで。オッケー、全然大丈夫でしたね。あぶね！上？あ、あ、あぶねえ！結構ギリギリやつ。どうすんか。これはよくあるやつですね。ジャンプか！あぶねえ！いい反応！はい！はい！ここか！オッケー！さあ、いい反応見せたな、ドッスンのとこ。よかったー。頼れる仲間、よし、よし、フェロー？フェロー？これにヨッシーがいるんですかね。いたぜ、でっていう。タモさんがいっぱい出てくるんだな。お、ヨッシーの卵がふわふわしてた。ああ、クリボーも食べちゃいます。雑食です。彼は雑食なんです。お、ゴールがあった。ヘイヤー、いいねー。海外の方の全自動コースですね。スポーキー？スプーキーローラー？テレサが描かれてますね、音符でね。さあ、高速コースターですね。青ドクロのは。あ、スプーキーとか多分そういう意味だったのかな？青ドクロとかそういう感じか？おー、怖い怖い怖い。ちゃんと短めに調整してありますね。やっぱ海外の方のは独特だよな。まあ、こういうのに乗せる感じっすね。これさ、食われないんだね。あ、ちゃんとあれなんだ。そうなってるんだね。一番下には行かないようになってるんだ。お、どすられたけど、おー、間入る、いいね。いいっすね。
上がって魚とはチューしない、魚とはチューしない、いいよでコインは取れず、なみなみと進んでいきまして、お、下か、下だね、これはね。ちょうど針の中心、一回戻ってまた乗って、角度つけ直して、つけ直して、トゲには取らない。おお、コクッパです。コクッパ VS マリオの構図です。おお、ジェシコ、2体来た、2体来た。しかし、ファイヤーがなかなか当たらない。コクッパ、コクッパ落つ、コクッパ落つ。コクッパかわいそう。これ全自動って分かってなかったら絶対あれしちゃうよね。おお、すげえ。それ浮いてるじゃん。おお、ぴったしゴールなのか、ゴールー。お疲れ様でした。やっぱちょっと日本の方とは違うよね、海外の方の全自動は。恐怖捨ててひたすら B ダッシュ。ああ、ほんとだ、すげえ、すげえ、ちょうど当たらないようになって、あ、これ気持ちいいっすね。今のクリボー気持ちいいっすね。おーおーおお、加速させた。そっか、加速させることもできるんだ。そっか、大きくなってもマリオカートマリオだとあれなんですね。ちっこいまんまなんですね。おー、ゴール、ナイス、そうナイス。ネタ、一方通行じゃない、バグじゃないよ。通行じゃないっていうことは、まあこういうことっすか。いやー、おー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 、戻れるぞこれ。ほら、え、なんでだろうね、雲があるからかな。あれか、ギリギリこの画面の端っこは、このマリオ、この一方通行の仕掛けってこのガチャガチャやると上に乗れたり横に行けなくなったりするんだけど、そのガチャガチャができないんだね、多分ね。だからなんだね、これは。へぇー、よく見つけたな、こんなのまた。最初だから別にやり直す必要なかったんだ。バネを並べ直して打ち出されるメットの道を開けよう。あー、はいはい、こんな感じでね、メット道を。おお、どんどん道ができてきました。ああれを壊してくれないとダメなのか。これでどうすか。あ、これまずいんじゃねこれダメじゃね。とりあえずこの一番左のお前さんをどうにかしたいっすよね。ギリッギリー。これさ、でもさ、おー、壊れた。おー、やったー。長官、ご報告いたします。赤城、加賀、両母艦ミッドウェイ沖にて大破。ほう、なかなかやりよ。戦艦ヤマト、シナノ。リアルな演出と壮観な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。